その日の会が国民の反対がどんなに多くなっても大阪万博は絶対にやめないと断言したことに対する2ちゃん民の反応。日本維新の会の馬場伸幸代表が ABEMA 的ニュースショーに出演し、2025年大阪、関西万博の実施について、国民の反対が多くなったとしても絶対にやめないと断言した。2025年大阪、関西万博は、会場建設費の増額問題が報じられている。誘致当初の会場建設費は1250億円としていたが、それが徐々に値上がりし、今年9月には2350億円とおよそ 1.9 倍に膨れ上がった。建設費用は、国と大阪府、市、経済界が3分の1ずつ負担することになっている。名称は大阪、関西万博となっていますが、国のイベント、主体的に国が費用負担していく。その中で地元や経済界にも負担をお願い。当然の話だ馬場代表。建設費の高騰とともに、建設が大幅に遅れていることもあり、国民からは中止を求める声も上がっている。この問題について、時事 YouTuber の高松菜奈が国民の反対がものすごく多くなってきた場合、辞めることは検討するのかと問うと、馬場代表は絶対に辞めない。辞めると、日本の国のイベントだから世界から信用を失う。未来永劫、日本が世界を巻き込むイベントに名乗りを上げるということができなくなると説明。さらに国民への対応については説明をし続ける。ご理解をいただくように頑張る。その結果、大阪ではほとんど反対がないと意見を述べた。ABEMA ニュース。マイスレーシン。馬場代表、万博の実施国民の反対が多くなっても絶対にやめない。大阪ではほとんど反対がない星にバード星。一都民様は誰も興味ないからなやるの分かってたが大阪の歳出だけで完結しろよ。一ヘタ冷戦国費に集まるなよ。一じゃ不足分は大阪人の税金で補填しろ。一そうか。甘く見てないか。一経済だけで言えば、やめた方が良いのかもしれないが、この程度の逆風でこの種のイベントを投げ出していては、日本は何かあるとすぐに物事を投げ出してしまうと見られてしまうわな。66や、東京オリンピックがあれだけこけて逮捕者まで出てるのに、それでもこんなことやるとは、上級に奉仕する奇特な民族と思われてるだろ。一もし万博やめようものなら中国に狙われるからな。いや、違った誘致当初の会場建設費が1250億って一に書いてあるな。何の費用の話だ。一維新の会と大阪民国民は当然中中の最大化が目的だが、なんなら一円も手にできず、何の役にも立たず、日本の国税を浪費できるならそれでも構わないとすら考えている。なぜならば東京オリンピックをしたのだから次は大阪というだけの元祖低ハミングと変わらない思考によるものだからである。そのためたとえ応用額が少なくとも、たとえ日本国民の役に立たなくても、たとえ他国国民の役に立たなくても、日本の国税を浪費できさえすれば満足という実に朝鮮人らしい考えが大阪維新の会の本質であり、そのありよう派政党の形をした統一協会といっても過言ではない。社会党といい維新の会といい大阪民国民の朝鮮好きは目に余るものがあるので、血液検査をして朝鮮の血が混じったものと朝鮮の国益の方が大事なもの、そして日本の国益を貶める目的のものを半島に強制放逐して金輪際日本に入国にさせない政策が求められる。一吉本西梅田劇場で2025年の大阪万博誘致実現に向けて署名活動を実施。末時大阪万博を積極的に誘致した吉本が盛り上げてくれるはずや。一そんなはずないって言いたいけど、高松菜奈相手に言ったのか。これは困るプロレスにしか見えん。一なんでこんなことになってしまうのかというと、維新はテレビメディアを使ってテレビの企画もののような大衆迎合型の政治をするからやで。大阪人はテレビに弱い、頭が弱いからしょうがないが、全国規模でそれをされると迷惑なんやで。一ガチやべえな、独裁体制やろこいつらう。一そらそうやろ、大阪は大阪だけが良かったら良いと思ってんだからう。バカな大阪人でやってくれよ。日本を巻き込むな。税金を使うなら大阪以外の意見も聞けよな。四民主主義国家で最大与党として選ばれた自民党とその連立を組む公明党が日本万国博覧会を大阪へ誘致しました。それ以下でも以上でもない話。18事象聞く総理だもんな。四もっとも内見だね。バカな政治やどもは聞いてないが。馬関西人が火消しに必死でする大阪人の総意で選んだ橋本磯人馬場矢印、これどうすんの。遠いかれてんのか。五師範松井一郎は逃亡。ごいやいや、ワイは万博楽しみにしとるで。火消しどころか、もっと期待の火を燃やがらせてほしいで。国税使わないで大阪府の全額負担でやるなら好きにしていいよ。大阪府民です、反対です。こんなグダグダ万博に巻き込まれる世界の国々に申し訳ないという気持ちはないのかな。大阪だけで考えてないかな。じゃあ大阪民が全額出してな。絶対にだ。大阪で反対の声がないからってそれが何になるんだよ。中にそもそも大阪府民も万博はそんなに支持してない。してたら阪神優勝と絡めたパレードのクラファンで一気に目標を達成してたはず。あのクラファンが低調だったのが大阪府民の万博への支持の低さを表してる。国民を無視すると堂々と宣言。これ政治家なん。ここにいる大阪人は僕たちの金だけでやりますって言えねえのか。小物だな大阪人。14人まで大阪を盛り上げようよ。トンキンの高齢者の皆さんも。大阪民おる？反対おらんの？反対してるやつって本当にバカだと思うわ。16低所得だろうね。根本的に経済を理解してない層だから低所得になってるんだけど。21経済をどのように理解したらいいのですか。32反対する方が庶民の生活は苦しくなるということ。40なんで16なんで。大阪万博は世界中から注目されて応援されてるよ。焦っちゃダメ。他人にコストを負担させるというこの体質が日本の失われた30年の主役。あのキモキャラがマンヒロして今に関係してんだろ。誰が見に来るの。気持ち悪いのに。維新って言葉に謝りなさい馬場さんよ。だったら大阪民だけ金出してやれ。国に集まって尻拭いさせといて、よくもまあ地方自治だの身を切る改革だの言えるな。25万国博覧会。はい、論破。25大阪住屋が吉村ちょっと何言ってんのかわからない。国金出させといて万博から大阪の名前消しといて大阪では反対がないからやるとか意味不明なんだが。民主主義完全否定してきたな。はい、新消えた。国費を使わないならその言い分は通るけどね。大阪や周辺県で全額負担なのか。トンキン不景気で大阪が羨ましいのよ。
不動産経済研究所不動産契約率2023年10月首都圏契約率 60.9% 11ポイントダウン3ヶ月連続の6割台近畿圏契約率 78.0% と好調3ヶ月連続の 70% 超事実なら大阪おかしいんじゃないの大阪は報道規制でもかかってるの33ある程度大阪テレビでの洗脳が浸透してる楽に言うとその洗脳がない全国区では維新は寒い目で見られる541東京テレビの洗脳のない世界各国ではマン広し反対が寒い目で見られてるような感じここに標準を無理に話して反対してるバカの大阪人がいます河内長野市民ですが嘘つくのやめてください DT2 年後だぞ焦っちゃダメ五輪はとりあえず選手がいるから成立したけどマン博はどうすんの間に合うのかよ延期は確定事項税金から金を出させておいてその言い草は内政治家の根幹的な部分でアウトだろ大阪民国にダウ42また負けたのかこのスレは維新信者スレですか43大阪のブラック中小零細企業経営者やその取り巻きの卑屈だよ国のイベントだから信用問題なら大阪だけの賛成で強行するのはダブルスタンダード44キッシーが政府主導で開催を目指すと言ったよね誰や反対するアホは絶対にやめへんで住民投票で開催か中止か決めようや大阪が全額出すならその言い分もわかるけどキムチクセイ大阪人大阪から出てくんなよキモ維新維新が大好きな投票で決めれば誰かのせいにするってまさにあの国と同じですねババさんそうかまだ2年あるのかマジ一兆超えありそうだなそや中国 BYD 勢バス100台に空飛ぶタクシー中国違反と中国マン広しだからな必死でやらなあかん開催権返上中止以外の選択肢はない2年も節油案件でスレが持つとでも関西以外の票を諦めましたかねやめると日本の国のイベントだから世界から信用を失う未来永劫日本が世界を巻き込むイベントに名乗りを上げるということができなくなるほんとアホが適当なこと言いやがってこんなことになった具体例でしてみろや大阪人やけど周りみんな反対やで維新応援でもマン広し反対やからババやなほこ嘘つやからな胸をといいマンハクといい国政政党として体を成してないとはいえ大阪府連は糞の加水かだし国政は自民支持者より以下読む意味のない関西コンプレックスの関東人のスレになります日本が世界を巻き込むイベントに名乗りを上げるということができなくなる素敵やんマンハクに反対するのは反日とよく70新聞赤旗マンハクは無駄の国境ある中止求め大阪で宣伝署名家事の問題を考える大阪ネットワーク商工さん星マンハク負担大阪1人当たり1万9000円全国1人当たり600円600円すら日本経済のためにケチって反対するのがトンキン人今だけ金だけ自分だけがもっとうの関東人大阪人は偉いね国家事業のマンハクに1人当たり2万もお金出して日本経済に協力してやめなくてもいいけど規模縮小ぐらいしてもええやん莫大な予算使う必要あんのかとこれはその通りみんなで力を合わせてマンハクしよう補正予算案を通したのはとりあえず覚えとくわさらちなのにチケット7500円774000円だけどな行けるに決まってるから前売りチケット買うだろフラットマンハクにノープランで行くことはない最近吉村おかしいわ丸々という意見は多くあると思うとかほとんど反対がないとか曖昧な言い方増えたなほとんど反対がないのはお前らの友達の吉本芸人とそのファンとかなんやろ知らんけどさ終わった後何人逮捕されるかな親親国が担当者なのに大阪の民意とか関係なくねえか思いつきで喋るとバカと思われるぞ大阪ではほとんど反対がないこれは本当なんか事件と中抜きでズブズブだから引けないんだよな大阪の醜悪な土人どもは本当に本中に迷惑をかける存在嫌になるわいいな工作員2年も小遣い稼ぎできて命輝く未来のデザインだってよ大阪マンハクのテーマ障害者マンハクですかだっくんだほとんど反対がないって 98% 違反税ってこと反対したら銃殺でもされるのかなもうちょっとさ各国のマイクロベンチャービジネス博覧会とか先方でもシナジー効くような企画考えたら大阪だけの金でやれ大阪で反対がほとんどいないって本当かだったら大阪府民だけの税金でやってほしいわ資本主義だから金を使うようなイベントがメリットだと勝ち組は分かってる貧乏人はリテラシーが低いので仕方ないがトリクルダウンを自ら放棄してるようなもん94まだトリクルダウンとか言ってんのお前くらいだよ94枚すれのブラック中小中抜き企業関係者自称経済通まだいたのかトリクルダウンはかなり前にお前の競争のケケ銃が起きないと開き直ってたんだけどまだテンプレアップデートされてないの120起きなかったんだよみんな消費しないから消費を嫌って貧しくなるならなったらいい127地でよ中抜き野郎がほとんど持ってったから起きなかったんだよそれを経済通を装い庶民にすりつけて見事なテンプレ人間だな中抜き企業やブラック中小零細の経営者や取り巻きを分布相応に潤すくらいなら消費しないでいい国全体が衰退するだろうが明らかに政策の失敗だから仕方ないねすいませんもしマンハクやめても民営のカジノのためにゴミ島のインフラ整備して地下鉄作ってよいですかって素直に不眠に発信してみろよ大阪人で力を合わせて開催してみたら大阪の企業が作った簡易トイレとか人力車とかテントチリ紙たこ焼きゴミ箱朝顔街頭ガンダムユニフォームベンチマンハクのために寄贈して開催する昔の日本ならそうした83ほとんどは嘘だろラジオで関西人にインタビューしてて興味ないって意見が大半だったぞ98興味ない反対ではないってことかういや国民の多数が反対したらやめろよ民主主義を否定するのか99民主主義日本にそんなもん存在するわけないだろ99も決定事項なんだよ残念無念無民衆の権利などないよ大阪人大丈夫100お前の頭が大丈夫か辞めるってこと正当化できる根拠は岸田黒田が円を暴落させて貧乏になったから辞めますとか世界に恥をさらすのかゴミクズマンハクなんか地域ハクとちゃうんバジ島風都合の悪いことは耳を突き抜けるんでしょうもう維新はダメだう最近勝てないでしょそれが答えだよ楽しいイベントにすればいいんだよバカは騒ぐの好きなんだからそうでやいいんだよ
そうだ、世界の天才少年、天才少女の高額創作展示やってスポンサー募集したら、ネット配信もやって。バカしかいない国日本。危険な独裁者。こんなに分かりきった嘘ついていいの？ほんと、バカしかいない国になったよな。独裁者なんかな。維新イコールマンハクゴリ押し子のイメージ周知確定本間大きに今度から真っ先に商業目自民と維新はない矢印これ定着しそう。これは一体感生まれるわ。世界の信頼よりまず日本人の信頼取り戻せよ。賛成できるわけがない橋本徹氏、万広シリング太陽の塔のような大阪のシンボルに発言で違和感続出。芸術作品と日よけを同一し予言者みたい。会場プロデューサーでリングを設計した建築家の藤本宗介、リングについては350億円もの巨額の建設費がかかることから国会で無駄遣いなどと批判が出ていた。そもそもリングは当初の計画にはなく、建築家藤本氏の要求で2020年12月に加わったもの。大阪府民以外は未踏国民、大阪に従え。興味ないけど反対ではないというのは大いにあり得る。今の時代に世界の国々を知れるイベントなんて何のありがたみもないやろ。あの終わってる立地でわざわざバス乗り換えはネタ目されるよね。信仰心、維新が欲しいのは万広市跡地だろかじのぐらいしか使い道がない。ほら反対意見のレスミンド低いだろ。自ら頭悪いの晒してくさ。外国のパビリオン行くとケバブとかタコ食ったりできるの？125尊なんタコベル食える。維新に騙されてたけど目が覚めた下品なチンピラ集団やわ。不眠に満白税一人10万でよろしく。さらっととんでもないこと言ってるな。129本とほんと反対とか賛成とか関係なしに、こんな言い方ができるメンタルがすげえわ。自己中で独裁的怖すぎ。海外の技術を広めもサンクス叩く理由が明確で助かるわ。中国の EV バスの運転手集め頑張って。成功入場者数という理論なので必死ただ剣配る自治体に小中高生をお前らの金で招待しろと圧力企業に買わせる。万博をこの調子で引っ張ると支持率が維新の政党支持率が落ちていくと思うんだが、状況を冷静に判断するところや決断力を見せてほしいんだが、大阪はほとんど反対がないってどこの世界の大阪だよ。嘘ついたらダメだろ。135万広しがうまくいかなかった、足を引っ張ったと多頭のせいにするだけよ。次の選挙にちゃんと投票に行って落選させような。未来永劫世界厳しすぎだろう。通貨過去に中止したのに今できてんじゃぬ。わいも大阪人やけど万博は賛成や反対しとるやつなんかおらんで。しかし138タイガースの優勝みたいな感じかね。万博の国負担なき数、大阪万博6500億円令和大阪万博783億円関東人の良いところ出てるよね。自分たちのオリンピックだけは兆円単位の金使って。139マジか、なんでこんなケチになったんだ。てか、予算問題は東京五輪の3兆の方がヤバいよな。139今、国会で通している今年の補正予算だけで750億円だぞ。過去の予算と来年度、再来年度の予算を足すと間違いなく昭和大阪万博を超えると思うぞ。139その令和の大阪の予算は会場の建設費だぞ。全体の予算じゃない。164マスコミもなぜか会場建設費のことばかりニュースにするんだよな。他もかなりかかるんだが。維新のバカ大王。世界は日本なんて気にしてないだろ。すでに世界からはのけものでバカな政治家が騙されて国費支出されてるくらいじゃん。万博やって儲かるやつだけが賛成してるだけだろ。もうバレバレなんだから、多くの人にとっては反対かどうでもいい。2年もあるのまだ。俺少数派やったんか。ダメな東京を超えることを許さない、そういう謎ルールで出る杭を叩き潰し続けてきたから日本が衰退したのにまだ懲りないのかねえ。本当にやめるべきは大失敗に終わった東京一極集中政策だろうに。この人維新でも特にひどいレベルなのによく代表任されてるね。大阪の俺は現在反対の立場を取っているなんだって。俺の税金から1万9000円も万博に注ぎ込まれているからだ。それだけのお金があれば要望子供にうまいもん食わせてやりたい。また万博には目玉がない、何があるやらわからないのに賛成できるはずがない。開会式にはバースト掛布呼ぶの？なんや関東では6割以上反対か、そら中止で決まりやなう。万博は有料でしょ。無料で招待してくれるわけじゃないんだから、入場料でも受けてほしいな。税金を使いすぎないでほしい。大阪民云々は恐怖政治の結果ではないと思いたい。米国はすでに未来と通信しています。あらゆる未来技術を備えています。それでこの世界を裏で完全に統制しています。この世界の出来事は全て茶番です。自民党や維新などの右派が強いのは米国の工作組織が裏でメディア言論陣を操ったり資金面や人員面で支援したりしているからです。日本の政治を右派で固め、中国の内戦である台湾有事に介入させるためです。158台湾有事で日本人は死にたくねえよ。ガチで中国と戦ってもケリはつかん。沼るだけ、日本の国益に何もならない。悲劇でしかない。よくこんな奴に投票したな。表に出しちゃダメだろ。うまばやっと俺にも税金中中のチャンスが回ってきたのに、なんで俺の時だけ反対するねん。あいつら勝って東京五輪の時散々中中してたやないか。俺の時だけ反対とかそんな不公平が許されるわけないやろ。早い話がこういうことを。大阪は外国人観光客の笑顔で溢れ、大阪すれは関西コンプの関東人で溢れる最近の日常。国のイベントを決める権限は主権者である維新のバカ大王様にあるぞよ。主権者バカ大王様の家来の国民どもに国のイベントを決める権限はないに決まってるだろ。日本は国民主権の国だと勘違いしてるアホは維新政権転覆罪で逮捕する。日本全国で最も反対が多いのは関東だってバレちゃったのは痛いね。完全にコンプレックスじゃん。韓国人の反日運動と関東人の万広し反対はそっくり。大阪を含む近畿では賛成が 60% と全体より多く、反対は 36%。 地域別に見て賛成が目立って少ないのは関東で 36% だった。
維新の投票するバカの問題、日本における自民党に投票するアホと同じ問題だが、マンヒロシっていまいち何するところなのかわからないわ。なんかの技術とか作品見せたいだけなら YouTube とかテレビでやったら良いだけだよな。大阪民国の税金だけでやるなら中止は必要ない。日本に頼って国の税金使うなカス。支出の割合が変わるだけで国民の税負担は変わらないよ。中止しても老人を買う社会保障費に回るだけ。派手に開催して金を回した方が貧乏人にとってもメリットがある。東京オリンピックも大阪万博もそうだが、自治体の金で勝手にやれ、国の金を使うな、収支計算もできない無能しかいないのか。関東人さ、なんでそこまで必死なの。関心がないのに反対運動は必死じゃん。関西で行われる万博だけあって、今回の調査では地域によって意識差も大きい。絶対行きたいとできれば行きたいの合計で興味を持っている人の割合が最も高かったのは、地元近畿ではなく中国四国地方で 54.2%。 徳島や香川や大阪とは目と鼻の先で、岡山や広島とも新幹線で一本、大阪文化圏とのつながりが深いのかもしれない。近畿はそれに次いで 47.4% だった。また最も関心が低かったのは東京を含む南関東で 34.1%、北信越とほぼ近く、3人に1人程度にとどまっている。174は、そんなもんだろ。関西の Y も東京五輪は興味なかったし、テレビで見る程度、全然記憶にもねえわ。記憶にあるのは、トライアスロンと屋根なし競技場か。174賛成、多い地域だけで金出せばよくね。174本当、それ東京五輪の時は大阪維新が応援してやったのにな。大阪府民だけど初めから反対です。一応、維新の会の馬場共同代表について、彼は堺市選出の議員だから大阪市のことについてはよく知らないんだ。そもそも万博にはタッチしてなくって代表になれたから万博を語り出したんだけど、いかんせん堺市だからな。大阪で賛成してるのは維新と、それに投票してるレベルのバカだけ。馬場自分の金じゃねえからう。大阪はマイノリティなんだってよ。解散されたとして、維新が大阪の選挙区全票ボロボロ落としという予測がどこからも出てこないからね。立憲共産、他が知事選や補選などでたびたび自民党と仲良しアピールしてくる大阪では、立憲共産他の方々も立派な自民党の愉快なお仲間さん、悪く言えば金魚の糞。散々万博推進の自民党の仲良くしておいて、都合が良い時だけ万博反対とか住民を舐めてるだろ。やっぱさ、東京ですら通用しなかった宮古機関が出ちゃうよね。目玉が中国製の小型ヘリってお似合いだよ。181目玉は350億の木製リングだぞ。あんなもの東京では見れない。204キロ水寺と同じ工法で世界に誇れる馬なぶがない、教養がない恥の美学だよね。ババテもしかして反射なの。大阪民国の税金を3倍くらいに引き上げても万博をやりたいと思う民国人はいないはず。バカの大阪人の苦しい言い訳が見苦しいのう。これがバ関西人が選んだ売国維新です。中抜きやめへんで。維新こんな美味しい抗菌中中をむざむざ手放せない身だ。万博って怖くない？お化け屋敷が100軒くらい並んでる場所でしょ。違う、こいつらが始めようとすることには片っ端から反対することだな。何があっても聞かないんだから。ブラック解放同盟の挑戦、ブラック民の維新のゴミは滅びろ。自民もクソ、維新もクソ、クソまみれ。日本国を頼るな、自分たちだけでやれ。おいおい、大阪維新の会は東京オリンピック中止が叫ばれていた時は一貫して開催を応援していた。今度大阪万博の時は東京は、日本全体は味方してくれないのかい。白状だろ。194維新って自民党官派だからだろ。海外勢が乗り気じゃねえからやめちまえって言ってんだよ。何が関東側だよ、現実見ろよ。維新死んじゃおる。最近また謎ワード使ってるみたいだけど、大阪もしくは関西コンプレックス、大阪もしくは関西の何にコンプレックスを感じるというの。そこまでの何かがあるの。反対とかそういう問題やなくて、な場所考えろよって話や。なんで舞島にしたんや。なんで費用かさむとこにしたんや。となら吹田の万博記念公園でええやろが。ホタレコなボケなす、さっさとやめて万博記念公園に帰ろ。いくら金かけても USJ の方が楽しめるって愉快リゾート。オリンピックはファイザー社長引きずり込んでワクチン取ってきたけど、万博はなんかそういうのはないだろ。大阪ってお好み焼きあるけど、世界的には広島の方が有名になってて、ワロタウ何もねえゴミしかない大阪う。自民と維新は庶民の敵で決まり。ほんまにありがとうな、助かるわ。どうせなら海外技術もっともっと募集した方が良くないか。頑張って悪評積み上げなきゃ。日本全国で最も反対が多いのは関東だってバレちゃったのは痛いね。完全にコンプレックスじゃん。韓国人の反日運動と関東人の万博反対はそっくり。大阪を含む近畿では賛成が 60% と全体より多く、反対は 36%。 地域別に見て賛成が目立って少ないのは関東で 36% だった。207、確かに東京万博でもよかったけどな。関西でやるってことは、政府は関東地域はともかくとして関西圏は他地域よりも重視してるってことよな。その点はありがたい。カジノ村のインフラ整備を国のお金でやらせるための万博だから、維新のイベントのカジノ村のインフラ整備資金を横取りするために万博はやめさせられない。アンチマンヒロシって、差別用語と言葉が汚くて品性のかけらもない。彼らが反対というなら万博開催賛成が正解。大阪ではほとんど反対がない。俺大阪府民だけど、そうだったの。楽しみにしてるやつなんて一人も知らないんだけど。中抜きは絶対にやめない。大阪のお友達しかえしない。維新も自民党も糞すぎる。売国と何度目だよ。令和のインパール、馬場関東で反対されても大阪だけでやる。その代わり足らない分の金は俺が集中するために関東が出せ。早い話がこういうことを。最後までご視聴いただきありがとうございます。議論はまだまだ続いていましたが、今回はここでおしまい。思うところがあったらコメントやチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。